ステージライフをご覧の皆様、こんにちは、吉田真一です。登場人物みんながすごく純粋で、なんでしょうね、一人一人が、悪人がいないというかですね、それいい意味ですごく、なんでしょう、みんなが、純粋な人間たちが一生懸命生きてるっていうのがすごく表現されてる作品だと思いました。まあすごくその友情ですとか、恋愛ですとか、いろんな要素が盛り込まれていて、で、すごく分かりやすくて、なんでしょう、作家のその随丸君の、随丸君のすごく、なんだろう、優しい一面が出てるいい作品だなと思いました。僕はちょっとなんでしょうね、ネタバレみたいになっちゃうところもあるんですけど、ちょっと僕だけ特殊な感じで、その、リアルな人間というか、その話上の架空の人物みたいな感じでちょっとでちょいちょい出てきます。僕だけちょっと年代がね、ちょっと上なので、すごく若い人たちが今回多いので、そういう意味ですごく、フレッシュな芝居とこうその世界観に入るということで、あんまりその何でしょう、今までのその自分の中のその何でしょうね、その経歴が逆にその何かその悪目立ちしないように、自然体に絡めていきたいなと思ってます。はい、演劇集団 G ライオン旗揚げ公演、折からホットブラザーズ、こちらタイニーアリスで11月の27日から12月の4日まで、上演します。もう何でしょうね、旗揚げっていうとすごく僕も自分の劇団がもう二十数年前に旗揚げして今でもやってるんですけど、その頃の気持ちをちょっとこう思い出すというか、すごくフレッシュな頃の自分を取り戻そうという意味も込めて今回参加させてもらってます。そういう意味ですごく、なんだろう、いろんな意味で楽しみ、僕も楽しみだし、お客さんもきっと見て絶対楽しめる舞台にしたいと思ってます。ぜひお時間のある方、2度3度足を運んでいただいたらと思います。よろしくお願いします。